こんにちは、遠藤聡です。今日は本を紹介したいと思います。今日紹介する本なんですけれども、僕もお世話になっております小川新平さんの新しい本をご紹介したいと思います。一流の人はなぜそこまで雑談にこだわるのかというこの本ですね。この本のご紹介する前になんですけれども、小川さん実はこのところがですね、赤いこれ紫ですね、この赤いもので一流の人はなぜそこまで習慣にこだわるのかという本を前に出されてるんですけども、僕ですね、動画で紹介したりとかはあまりしてなかったんですね。というのも決して本の内容が悪いとかダメとかってことではなくて、すごくいいんですけれども、いい本なんですが、僕の中にある少なからずともある小川さんのですね、人物像とどうもしっくりこない、小川さんはそこじゃないんじゃないかっていうのをですね、僕は感じてたんですね。なんですけれども、この本で、雑談の本なんですけども、本を読んですごくしっくりきました。小川さん、これ小川さんの魅力だなと、僕がですけど個人的に、思ったところで、これ面白いぞということで、本もですねすごく面白く楽しく、小川さんの顔がこう浮かびながらですね読まさせていただきました。でこの本なんですけれども、雑談ということで書かれてはいるんですけども、コミュニケーションの本です。コミュニケーション、会話であったり立ち振る舞いであったり立ち回り方であったりですね、そういうコミュニケーションの場面ですごく活かせる本だというふうに思います。雑談というのは僕ら普段ですね、世間話だったり、取り留めのない無駄話だったり結構してると思うんですけど、そういう時ってお互いに身構えてない、特に仕事関係ではですね、セールスとか営業のところでもないですし、商談の場でもないので、お互いにその戦闘モードになってない、身構えてないというところで、そこをうまく使って営業であったり商談だったりっていうような仕事っていうところにつなげていこうよというところで、雑談というふうになっています。この雑談なんですけど、多くの場合僕らはですね、やはり、今も言いましたけど無駄話だったりするので、消費されてるわけですよね。あんまり先につながらないなんですけど、それを先につなげる生産性のあるもの、未来につなげていくような場にしようよと。たまにですね、飲んでる時とかちょっとした世間話をしてる時に、それ面白いねとか、それいいねというような形で、プロジェクトが新しく始まったりとか、仕事が生まれたりとかですね、あると思うんですね。ただそういうものを偶発的にそれが起こるのではなくて、自分たちが意図してそれを起こしていく、そういったことをしていこうぜというような内容かなというふうに思います。雑談という場にスポットを当てて書かれていますけれども、これ、SNS とか書かれてるんですけども、ソーシャルメディアとかですね、そのコミュニケーションを取る全般に活かせる本だと思いますので、ぜひですね、そういうところに興味がある方はこの本購入していただいて読んでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。レベルは高いです。小川さん次元高いなっていうのは感じるかなというふうに思います。プラスですね、そのせいなのか、本屋さんでも売り切れなんですね。で僕も買いに行ったら、もうないですって言われてですね、もう売り切れちゃいましたみたいな感じで、もうないんですよ。なので結局 Amazon で買ったんですけど、本屋さんでないところはですね、 Amazon で買っていただければいいかなというふうに思います。というわけで、今回はですね、この一流の人はなぜそこまで雑談にこだわるのかご紹介させていただきました。